50番です。三角形のラージ M の質量を持つ台の上にスモール M キログラムの小物体を置きました。斜面はツルツルです。地面はザラザラです。糸をつけて天井から支えています。鉛直となす角がアルファ。ここの角度はシータです。どちらも止まっているという問題ですから、基本は小物体が受ける力を全部書き出して引き分けになっている。三角の台が受けている力を全部書き出して引き分けになっているという方針です。ではまず小物体が受けている力を書いていきましょう。小物体は重力を受けています。これ mg です。それから垂直抗力を受けています。張力を受けています。t ですね。n ですね。以上ですね。斜面は摩擦がありませんから以上です。3つの力ですが、さあ、どのような座標を取ると解きやすいでしょうか。斜面方向 x 軸とすると、斜面、垂直方向 y 軸とすると、n だけが、分ける必要がありません。t も mg も分ける必要がありません。水平方向 x 軸、鉛直方向 y 軸とすると、これも mg だけが y 軸を向いていて、n と t を分けなければいけません。どちらの座標をとっても2つの矢印を分ける必要があるわけですね。もう普通に水平方向、鉛直方向で行ってみましょうか。そうすると mg はそのままですが、垂直抗力 n は y 成分と x 成分に分けることができます。θ がどこにあるかというと、ここにありますね。とんがってる方の角度、この三角形が、台と相似ですから、ここが θ になります。そうすると、この y 成分は n コサイン θ、x 成分は n サイン θ となります。続いて張力 t を分けましょう。x 成分と y 成分です。この角度 α はここで同じですね。錯角ですね。平行線に一本直線を引いた、この錯角の関係です。ですので、こちらが t のサイン α、こちらが t のコサイン α になります。x 方向の釣り合いの式です。t サイン α、それから赤い力、n サイン θ が引き分けです。y 方向です。上向き t コサイン α。もう一つ上向きがあります。n コサイン θ。下向きは mg。こういう式が出来上がります。ここから、t と n を求めましょうということですので、代入法で、まず n を消しましょう。1より n は sin θ 分の、t sin α になります。2へ代入します。t コサインアルファプラス n がこうですね。t サインアルファ割るサインシータ。ここは n がこれです。かけるコサインシータイコール mg となります。t でくくりましょう。t でくくると、通分しましょう。サインシータにすると、サインシータコサインアルファプラスサインアルファコサインシータイコール mg。 この分子の方が、問題にあるヒントですね。 t のサインシータプラスアルファでくくれますよと。これは書いてくれています。イコール mg。ゆえに t は sin θ プラス α 分の sin θ の mg。mg 前につけましょうか。というふうになります。では2番を解きましょう。2番は台についての釣り合いの式を作ります。台は重力を受けています。mg です。
それから、あとですね、地面がザラザラですから摩擦力を受けてるんですが、さあどっち向きかが少し問題になりますね。ですので先に、斜面に接しています小物体から受ける力を考えてみましょう。小物体は台から垂直抗力 N、 本当は P ですね、これね、を受けていますから、台は小物体からその反作用の N、 本当は P です、N としておきますを受けています。ということは、水平成分と鉛直成分に分けると右向きの力を台は受けています。で止まっていますから、摩擦力は左向きということになります。これが引き分けになって左右に止まっています。もう一つ、面から地面からは垂直抗力を受けています。 R にしておきましょう。台について X 方向の釣り合いの式はこの、矢印ですね。シーターはここのとんがってる部分です。ここがシーターですから、この N のサインシーター、これは N サインシーターになります。 N サインシーターと摩擦力 F が釣り合って左右に動きません。 Y 方向は上向きの垂直抗力 R、 下向きは重力とこれです。この力はこれが N ですから、ここシーターですから N コサインシーターになります。 N コサインシーターと MG を足したものと引き分けになる。ね、N は2番から2番の4番の式にしましょう。4番から N が求まり、R が求まります。N は1番から出していますから、N を代入して R を求めましょう。代入して R を求めましょう。3番は N を代入すると F を求めましょうということ。